約100人、ね、ありがとうございいいますいつもいつもえじゃあもう100人ぐらいね集まってらっしゃるので、えー、まず何からやろうかなまずね、えー、2日前に発売開始したソックスの話からしましょう、ね、これ「アルティメットフィールドソックス」 ですこれがね実は半年以上のどれぐらいかな8ヶ月前ぐらいからちょっと取り組んでたんだけどあのこのねファクトリーさんの作るソックスで、ね、本当にいろいろテストさせてもらったんですけどもう完全に出来上がっちゃってる。 製品なんで素晴らしかったこれ見たら分かるけどこの指の付け根だけ違うでしょ上と下とほら跡がついてるじゃんねこれ網目の形が似ててもここのザザーとこの一列部分が使ってる繊維が違うんだよこれ。 小指のとこどうなってるかなピンとこいピーンとこいあ来たあ小指のとこもやっぱり閉まってんなるつまりねこの足の指の五指の付け根には多分あのナイロンだと思うのね 使ってる素材5種類も使ってるねあの非常にこだわったファクトリーさんなんですけど5種類使ってる素材をねじらじらーっと見たらねやっぱナイロンが一番収縮率高いんでここにはナイロンが入ってるんだと思う。うん、で5本指の指の付け根をねキュッと締めることによって素晴らしいね機能・効能が果たされるんだっていうのねこれもう。 いろいろ履いてみてね僕自身がね驚いたんですよでここね甲の部分ねうん今日はピントがきにくいねあこ甲か正面にはいここも締まるようになってるわけつまり足の甲の部分だよね 裏返すとこうなんだけどねうん、裏側見るとさ編み方が違うから結構くっきりわかるよね5本指の付け根とでここの土踏まずの部分はもう明らかに違うよねここの土踏まずの部分がくるっと返すとこの高厚編みになってんだよねこうあって、えー プレッシャーがかかる。素材で高圧編みしてて、ね。で、ここの上はこれパイル何だったっけな？パイル編みかな？パイル編みじゃないな。ちょっと名前忘れちゃった。ここも緩くしてあってここが締めたんだよ。だからね。土ここの本来人間なしって常に土踏。まずは r が付いてるの？カーブついてんだけど、現代人はほら靴履くから扁平足になってんだ。まっ平らに。 で本来の足の機能を果たしてないのが、こう、指先が足先をキュッと噛んで、へこむべきところはへこんで、かかとがしっかり地面を蹴れるようにで、つま先がこう、つかむように、という機能がね、この5本指で上に、上を締めることと、こう、ね、土まずのところを締めることによってね、生き返す。あと、かかともなってんかかとも しみ、えー、たのこういう感じでかかとがあるわけだねかかとがさこういうふうに作ってあったらもうずれないの分かるでしょ皆さんも靴下って足,の足でこうずれるよね足をこう横にやると靴履かずにさえー 床が絨毯かなんかでギュッと踏んで足を右左にずらしてみて靴下がずる,ずるっとなるよねこれがね僕靴の中でそうなるのがねもう昔から大嫌いだったのだからならないようなソックスをいろんなものを買ってみて試してはまあまあここのだったらまあまだなみたいなのが、まあ、三角形のねメーカーのだったんだけどこの形状のやつ履いてちょっとびっくりよめっ 着地安定するんだまずかがとがで指がね立つんだよねこうこれが効くのこれが指がものすごく仕事するのごめんなさいね足の裏見せて <laughs> ほらこのね普段あまり仕事してないこの足の指がこれずっと履いてね 家の中でもだし普通に日常生活する時も普通のソックスでいいかと思ってたけどこれは僕履き出してからやめられなくなって別にアウトドア用じゃねえよと今じゃあ思っちゃってるもう普通にね日常お履きしてる気持ちよすぎてこの加圧式になってんでこのプレッシャーがすっごい気持ちいい慣れてくるとうんでなんか他の靴下履くとね今まで履いてた えー、パタゴニアとかねファイントラックのねソックスばっかり僕は履いてたんだけどあと伊藤久雄が絶賛するダーン・タフとかねもうすごくいくつしたなの,のダーン・タフも、えー、メルノウールを主体に作ってるんだけどまあさすがに、えー、ダーン・タフっつったらもうアウトドアソックスなんか世界のトップメーカーなんでさすがに伊藤久雄が絶賛するだけあっていいソックスなんだけどでもこっち履いたらこっちばっかになっちゃった。 というのが、このまず、形状からくるあの足のサポートの、ね、機能がめちゃくちゃ高いのと、えー、大抵の、ね、メーカーさんはこれ、素材なんですかって聞くと、えー、メルノウールが80%に、えー、綿が20%とかメルノウール70%に、えーに 今一番多いのはポリエステルかなポリエステルが30%とか大体2種なのよ使ってる素材がところが5種使ってるんで5種使ってる意味はさっき言ったように緩めるところは緩めたい締めるところは締めたい、えー、ずれにくくしたいあと何より丈夫に作りたいそれから蒸れちゃ困るの、ね、で蒸れないようにしたいとなると えー、5種類ぐらいの素材が必要で場所ごとにこれ1枚でできてるわけじゃないんだよね部署部署でその5種類の組み合わせが生地の中に編み込みで作ったっていうからちょっとでえー、どんなパターンなんだろういつまり型紙のようなものねこうふくる作る時のえでその。 こう編む時のマシンってどんな風になってるんだろうもう想像つかない。だってこれ縫い目ないからね。筒編みなんだよね。全部が筒状になって <laughs>。縫い目はないんだよね。まあどこかで閉じるからそこが縫い目じゃなくて編み込みでうまく繋ぐのかなと思って見るんだけども、つなぎ目がわかんない。横にもなければ縦のどこにもないの。筒編みっていうらしいけど、これも、まあ日本のね、 メーカーカさんじゃあもうつつあみマシンで編んでる工場はたくさんあるようですけど改めてこのレベルでやってるところは本当にすごいなっていうのがねもう履くごとにもう前1週間履いてうわー2週間履くとなおさらすごい1ヶ月履いてうわーで僕はもう4ヶ月5ヶ月履いてるからこれは本当にすごいなと思って。 最初はね、そんんんななたたくさん作るつもりなかったんだよ。<laughs> フィッシュインでまあ1日2日で買っていただくぐらいの量をバラッと作ってと思ってたんだけどだんだんね5ヶ月ぐらいやってるうちにね考え方変わってきましたこれはど定番だとうんで釣り人にはもう絶対になくてはならないソックスじゃないかぐらいまでね思い至ることになったので。 まあ最初の計画よりね少し多めに作りました多めだって知れてるよ零細企業が作るんだからもう一回ここの目の粗いところは通気がいいようにしたんの汗かきにくいようにここここうん柳だなまあいわばはいだからあの本オール糖質素材よりは 多少はやっぱりあの群れが出ますけど、えー、例えばメリノウール100%のものよりはあの僕的にはちょっと通気が少しいいかなほんの少しだけどねほぼ同等かぐ少しいいかぐらいですで生地がとにかくしっかりしてる、うん、メーカーさんの方はね10年保証してもいいんだ,かだけどなーって言っておられましたけどはいということでね かかとがこういう構造,構造だから普通の靴自体にこう縦には縦には畳みにくいよねかかとがこうだからだから、まあ、平たく畳むようになってるちょっと一風変わったふうに見えるソックスですけどうんえー、2日前から発売しております今どれぐらい売ったのかな まああらかた三分の二くらい売れちゃったんだけど、三 <laughs> 足セット、二足セット、単品ってやってたらなんと皆さんすごいな本当にフィッシング会員の皆さんすごいなと思いますありがとうございます三足 <laughs> セットが一番売れてるからちょっとね思ってたより売れるスピードが早くてちょっと不安になってますもう息なくなるんじゃないかなと思ってあと三分の一ぐらいです。 はい、で気になる方はねちょっとページの方をね見てやってくださいまたあとチャットでねこのソックスに対して質問がある方はチャットで質問してくださいねはいまずこれ次はねあそうそうえー、会員さんはもうご存知と思うんですけどこれ僕が今着てるパーカーこれがえー、12.5オンスの かなり分厚い、えー、冬用のねヘビーオンスパーカーですこれもねすごいこだわった、うんえー、実はね下に着てるシャツとほ、まあ、他のジャケットもあって来年の西日本釣り博のフィッシングショー用に、まあ、ちょっとジャケットとかシャツとか、えー、普段あまり行かないおしゃれなブティックにね 買い物に行ったんですでその時これ着ていったらやっぱブティックの店員さんってすごいね一目でわかるんだねこんなパカだよ普通のこういう何のことはないじゃん別に普通にパッと見た分にはああパカ黒の程度だよところがブティックの店員さん「うわお客さんそのパーカーどこのですか?」って言うから「 いや,いやこれうちのプロとなんだけどっつったら「それちょっとすごいです」でえ何がすごいの、ね?」っつったらねまずシルエットとラインがねめちゃくちゃ綺麗だっていうんですよちょっと立って見てもらおうかこんな感じ店員さんは 前から見ててシルエットが綺麗だっていうのねどこがどういう風に言ってあなた方はプロだからってっらが思うのか教えてって聞いたんだけどその店員さんはねパタンナーさんでもあるのでつまりデザイナーさんねなんでわかるらしいんだけどこのラインがこういう風に出ないんだって普通パーカーは。でもちろんあの僕はお願いしたパタンナーさんにそこを意識して。 とにかくラインの綺麗なものをね、作、欲しいって言ったら、こういう作り方してくださったんですけど、こ、ここの襟付けがね、全然違うみたい。まあ僕はデザイナーじゃないんで、細かいことわかりませんけど、結果として、肩のラインや、とにかくこの襟のライン、フルジップで留めても、 ちょっと開けて、てこういういうに着てね。でこれも単純にアウトドア用のパーカーじゃないんで僕が作るからあのお,しゃれおしゃれ着としても講義下にね襟付きのシャツやもしくはここのシャツにスカーフ横じさんがやったでしょスカーフやってもおしゃれ着としても似合うようにで座る時にこれを妨げにならないように下から座る時でもねあの、 服が型崩れしてだらしない着方に見えないように下も開けることもできる。まあその日いいろろこだわって作ってて作んです。はい、で、これでプロトが完成したのでここへ「インクス」というね、えー、ロゴを、はい、入れた、えー、バーチャルの画像でね「えー、欲しい方手あげて」ということで、えー、予約を募りました。で 1>, 1万5,000円か1万6,000円ぐらいなるんじゃないかなということで、えー、予約を募って、うん、予約分プラス10%ぐらい多めに <laughs> 作ってます、うん、だ一応仮予約された方はね、えー、今月以内に出来上がると思うんだよね多分今月以内 <laughs> はい、えー、できると思うのでえー 仮予約の方には、えー、そうね今月半ばぐらいまであのご購入のご案内しますで物ができてなくても年内で、えー、あのオーダー購入ということでね改めて手続きをしていただいて、えー、入手を確定していただきたいなとでいやちょっと買うかとか予約はしたけど分かんないという方は えー、年が明けて一般販売に切り替えた段階でねちょっと買っていただきたい、はい、かなとまずは、えー、出来上がって届きましたら予約をされた方だけに、えー、決済のご案内をかけますでもう買うっていう人はもうそこでパパンと決済していただいて、えー、自分が欲しいものは確保とで予約したけど買わないっていう人も 必ずいらっしゃるのでそれで余分に作った1割分とその、まあ、つまりキャンセル分予約キャンセル分の方がどれぐらい残るかは僕には分かりませんけど、うんうん、その残った分は一般販売という形でね、えー、多分年明けになると思うんですお,おそらくそこでね販売に切り替えますはいあとね西博用にね、うん 西白4二というよりはもう来年のインクスのキャップ企画なんですキャップこれは普通のあのカーブドねまあ普通のキャップの形ですね、うん、こういう、まあ、スタンダードなあのカーブドキャップなんですけどこれなんとねトーレさんの 最新生地でゴアテックスのような防水透湿なのだからまあ頭蒸れにくいで雨降っても濡れない頭が、うん、でもう一つは全く同じ生地で作ったフラットフラットビルぺったんここの2種類を色はね3色ずつ ちょょっと写真見てもらいましょうかねあのカーブとキャップ老後が2種類でどっちがいいかっていうのをね全スタッフにねアンケート取ったらね J ボー BOY の方がいいっていう,うスタッフが多かったので J ボー BOY だけにで行こうかと思ってたんだけどこっちも欲しいんだよね INX もね。だからまあ例えば ワ,ワンパターン100個ずつもしくは200個ずつ作るとして2種類にして、まあ、100だとするのは2種類にして50ずつもしくは2種類にして100ずつするかもうシンプルに1種類だけにするかちょっと悩んでるんでご意見ください。で、えー、これカーブ殿もらったから次はフラットの方ね。 よく分かった今はいフラットビルの方ですこれもこっちはねフラットビルの方は、えー、まあ少し派手めでもいいなと思って J ボーイを大きくしてここの継ぎ目ねつばの端えー、っとカーブドビル普通のキャップの場合はここにジョイボーイがあったわけちっちゃめにでフラットビルの方はジョイボーイを 23割大きくしてこのラインより前に持ってきてます。はい。ね。で、INX の方はもう正面にドカーンと。うん。カーブドベルと同じように。はい。こんな感じです。うん。ええー、どっちが好きか、<laughs> チャットアンケート。<laughs> ね、うん。皆さんよろしくお願いします。ということで。 ね、次の話題に行きましょう。ということでこれを、えー、年内にオーダーかけてできれば3月のね、えー、1516だったかなうん北九州の小倉市で始まる開催される西日本釣り博でまず発売開始まあ同時にフィッシュインでも。 販売しようかなとは思ってますけどこれも2種類これちょっとね申し訳ない本当に今欲しいよね今欲しいんだよ製造遅れちゃったけど、えー、以前発売したニットキャップよりもさらにちょっとデザインがねおしゃれになってもっとあんた頭を締めつけずにねふわっとかぶれるタイプでここの。 段差がねなかなか可愛らしいモデルはいこれをで、えー、ここに革で革のね革に、えー、焼き印をしたインクスレーベルと焼き印をしたこのかレザータグがここにきますこれはちなみにこう向こうが透けて見えるやつねはい透けて見えるでしょ だから、ニットタイプなんだけどあの、春秋全然かぶれちゃいます風が通るのでね吸うしで極寒用がちょっと少量だけどほんとにね10個ずつぐらいしか販売しませんけどこれはもうこんな、はい、外から見たら同じニットキャップに見えちゃうんだけど、うん、ね、風通さないやつ。 これはもう申し訳ないもう数がねあの確保できなかったんで,でここにレザータグ焼き印タグのついたものがね来ますこれがで <laughs> き<来>次第 <laughs> 年末間に合えば <laughs> 間に合わなければお正月だと思ってください <laughs> でこれはあの2つとも数がそんなにないので、えーね、フィッシュインの会員になってる方はメールであんなら行きますけどない方は多分 購入できませんもうバタバタっと多分30分か4小1時間でね売り切れちゃうと思うのではいこんな感じでねえー、ちょっとお正月企画じゃねえやあの久しぶりの西日本釣り博なので何年ぶりだよ前回やったのが4年前なのかな3年前りんたこと何だかんで喋った時がね たら4年前になっちゃほんと久しぶりなのでねうちも力入れてますであのバスディさんと一緒のえブース出します、えー、合同ブースですうん1一社でやろうかなと思ったんだけどちょっとプロダクトの方がねバスディさんと一緒になってるプロダクトもあるので あの一緒の方がいいねとで並ぶんじゃなくてもう同じ箱の中でやろうよどうせならということでうん企画してますはいこんなブースです横幅がね約9メーターで真ん中にカウンターがあって、えー、その中に僕とかそれからあ,あの T シャツもね販売するので T シャツで先ほどのキャップとも 販売するので、販売カウンターで僕はだいたいこの中にいると思います。おそらくあのトークショーやる時もこの中に僕とリンタコが入って周りにお客さんが取り囲んでということになりますね。前回はね、この三分の二の大きさのバスディーブースの中三分の二かなあ三個マだから三分の二台ね二個までやってたんだよバスディーさんが。 でもう周りにぐわーっと市長のお客さんがはみ出て、えー、隣近所に大迷惑かけたので今回は横幅3コマブースで中にこうある程度お客さんが入れるようにしているので、まあ、この正面にある程度のうん人が並んでもですねそうそう周りに迷惑かけなくて済むなというので今回、ね、横幅3コマブース約9メーターで,、ね、で横に壁なしこ,ここちょびっと壁あるのかな。 こっちえー、右側がバス D さん側なので、ここへ壁ができます。で、インクスは左側ね。でここへロットの展示スペースがあるので、そこにこんだけ壁があるだけで、割合オープンな感じです、この辺が。まあ入り、入り口がね。正面とお左角、右角があとオープンな感じになってるので、ね、そこそこ人が集まってもいけるなという,うデザインになってます。 これを平面なのでこれちょっと立面で見ていただくとえこんなな感じですね見えてるかな、うんまあ、真ん中バスで右がジップベイツ左インクスレーベルとなってますがこれはまあ看板の数ブランドの数のだけなので実質はこのカウンターのど真ん中にこれ、えー、とどれがセンターか見にくいな。 このバスデーの看板のど真ん中がセンター。これがセンターだね。この辺が。で、右側にバスデー、ジップベイツ、左側にインクス。だからまあ言ってしまえばこのブースの真半分がインクスで、左半分がインクスレベルで、右半分がバスデー、ジップベイツというね、こういうブースになります。この人間の大きさは、 ブースの大きさと比較してこれ人間ちょっと大きすぎるんじゃないかなと僕は思ってます2700ねタッパが2700なんでこの人2メーター超えの人ですよねじゃないか2700だから1350か真ん中であそんなこんなもんなのか倍率でいくとあまり大きくないね <laughs> あまり大きくないけどまあまあ ね、あんまりお金かけられないんでねこんなとこで勘弁してください。はい、ということでねこの西日本釣り役に向けていろいろとお見せしたいものがたくさん出てきますさっきもちょっとだけ言いましたけどバスリーさんと共同で、うん、もう皆さんある程度ご存知だと思うんですけど SPM のね SPM の65出します。で バスディーさんとインクスの双方から発売されますちなみにグリーンが7,5上が6,5はいこれぐらいのサイズ感の差ですねもうちょい追加いていていてうわーちゃんとへこり持てないな はい、6号サまあもうこれねメバルプラッキングをさんざんやってる人でなおかつ SPM をね使ったことがある人ならもうピンとくるはずです55じゃ小さすぎるよって75だとちょっと沈みが早すぎるしちょっとでかいのでっていう方はね随分たくさんいる,いると思うんです。 僕なんか75サイズが好きでボトムをつるの好きだから75でなんのほとんど違和感なかったんですけどその僕ですら65のシャローモデルがあればなというのは、ね、ずっと思ってたので今回バスディさんの方にね僕が僕の方から企画を持ち込みしたら「ああ実は我々もそういうふうに考えてたんですよぜひやりましょう」ということで、えー、バスディさんの方からはウエイト。 姿勢とアクションは今までの5575。を6。5にした。ちょっと中間重さも重さは中間姿勢はそのままね。アクションはそのままインクスの場合はもうね。この深海位置バランスから違います。うん、ヘッドのところに進化入ってるよね。で、ここにもあるよね。このウェイトのが違うのとで、ね、バランスが違うので。 インクスモデルは沈む時はちょっとお尻下がりで沈んでいきますでオリジナルは SPM の特徴は揺れながら平行に沈んでいく、ね、シミーフォールです平行のままひねりながら落ちていくというシミーフォールが SPM のねあのスタンダードなアクションなんです でバスデーさんから出るモデルはもうまさしく SPM ズバリなんですけどインクスから出る SPM の6号はお尻下がりです。こう落ちてきます。もちろん揺れながら。これはねどっちがいい悪いじゃないんですよ。で、えー、例えばアミコンエビコンなんかは頭下がりで落ちていくね。ミニマルも一緒。で頭下がりと水平で落ちていくとお尻から落ちていくものはね フィッシュイーターから見るとねそれぞれ違う意味合いが頭が下がってるやつっていうのは生き生きしてるわけクーガーから見たらあこいつすごく元気な状態なやつなんだとあるいはこう対峙した時お互いが頭ガッと下げてくるやつはこれ喧嘩モードなわけ両方がうん攻撃モードなんですよ頭下げてるっていうのは。 相手がイワシだろうが何だろうが、<laughs> こっちがキジハタだろうが何だろうが、まあこれ自然界のね、もうごくごく当たり前の説なんで、ね、グッと低く、戦う時はね、グッと低くなんです。だから頭下がりで沈んでいく、えー、ルアーは、そういう意味合いです。空側からすると。で、水平のまま沈んでいくやつ、水平のやつはね、ぼーっとしてる。 ただ休憩モード、お休みモード。ね。だからフィッシュイーターからすると、組みやすい。こういうことがあるわけ。じゃあ、お尻から下がっていくのはどうなんだこれは、実は、弱った餌を選択的に狙ってるフィッシュイーターにとっちゃ、最も組みしやすい。組みやすい。ばーっと逃げていった後、 お尻下がりでふんにおっと落ちるやつはもうこれが一番食べやすいっていうのはね本能の中にすり込みがあるの。<laughs> ということで、えー、のオリジナルが水平フォールだけどインクスモデルはお尻下がりで落ちていく。でお尻下がりにウェイトバランス取ったからここからピュッ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 と動かしてフリーでやると戻っていくんですよ。ピン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 ピッシュッと戻るっていうのが。 インクスモデル。バスデーモデルはピピピピってやったらここでそのまま落ちていく。水平フォール。ピピピピこのまま落ちていく。インクスモデルはピピピピてやったらここ戻る、戻る。これ覚えといて。で、なおかつ、普通のスピードで巻くとインクスモデルはシャローモデルなので、引き波立ちます。これぐらいのスピードだと引き波が立つ。それぐらい上を通る。 バスデイモデルは普通のスピードジートも引きため立ちませんならん潜ってるから、うん、ねそれぐらいシャローで弾ける浅いところを割合スロー目に弾きやすいこれもね覚えておいてくださいこの子が、えー、今のところねバスディさんの方のご報告では2月中に発売開始するという段取りでね、えー ファクトリーのの方を動かしているととうことなので,、うん、で一般的に皆さんの目の前にバーッと広披露目されるのが何と言っても、えー、西日本ではこの西日本釣り博が一番の、うん、ステージになるんじゃないかなということで、えー、ぜひぜひ皆さんねあの見に来てください。でその頃にはねあのスタッフたちもジップベイツやバスデーさんやインクスのスタッフ たちもこの6号でね、すでに投入して、超過を上げていることだろうと思いますのでえあの、使い方やどうだったのかみたいなことね、直接聞いていただくのもね、面白いかなと思います。えー、インクスモデルはね、カラーは6色です。まあ、いつものスプリングスグリーン、ね、それからホワイトクリスマス。 ピントを入れ、あ、こうだな。スプリングスグリーン、ホワイトクリスマス、でに、で、残念ながらホロリウム素材はなくなったんですけど、かなり近いギミックで仕込んだホロリウム。ね。ブラウンホロリウム。それからクリアキャンディ。これで4色。で、 5色目が今までインクスにあまり使わなかったカラーリングサラマンダーうんねいいよねあイモリですよこれサラマンダーだからこれあとちょっと手元にないんだけどえー、イエロー系のチャートですね はい、というふうにね、えー、6色のラインナップで、バスディさんがね、多分12色、だからの、うん、スタンダードは12色で選べます、えー、うちの方は6色、これはまあシャロータイプだということとね、あのスウェーバックするということとまあ踏まえて、まあ、何よりシャロータイプだということが一番大きいので、あのまあ、僕の考えとしては6色でほぼほぼ十分だろうと。 あとどうしても必要な色があるとすればね、次の年、セカンドロットでね、えー、新しいモデルを作っていこうかなと、カラーモデルをね、というふうな計画で言います。ん質問箱で答えられてましたが、パタゴニアのフリースはいいですね。R2 廃盤なり、残念ですね。え ?R2 廃盤になった俺、今日見たんだよ。パタゴニアで。ちょっと待ってね。 タミヤ R1、R1、R2。これね。R2 はあるのある。フーディーしかないのかなあー、丸首、R、AR、A、R1、A、そん、なくはないんじゃない R2 R1 r, 1 r, r がちょっとごついからなのかななくはない。<laughs> ちょっとデザインがね限られてしまうのかもしれないけど R1 あります。R1 じゃない R2。えー、竹,内竹下宗一郎さんごめんなさい竹下宗一郎さん早速室内で即咲いてみましたが。 部分的ではなく全体的なバランスのいい着圧感が確かにランガに良さそうです。スキーの本気滑りをするときにも、えー、足裏感覚がつ、ね、か、えー、みやすくって良さそうです。あ、いいですね。ありがとうございます。えー、っと、めめさん。 ソックス今日注文しました。滑りに行くのため、ね、みんな、あの、滑りに行くのに履こうとしてるな。なるほどね。そうか。僕滑らないんで。うん。僕はね、あの、ウィンタースポーツは、僕はどっちかといえばマリンスポーツばっかりで、ウィンタースポーツはね、ほとんどちょっとしかやったことないんで、うん。滑りに行かないんです。僕の場合は、滑るときは話が滑るぐらいです。い <laughs>。 友人スプリングフィールドさんか某大,手某大手働く人用のお店で買った竹素材の靴下みたいな感じかなもう聞いただけで全然違うと思います <laughs> 全然違うと思います、うん、竹素材は竹素材で面白いとは思うんですけど、えー、着圧であるとかね、あのー、そういった アウトドアの機能面ではね、竹素材ではね、ちょっと僕が想像するだけでちょっと難しいと思いますよ。はい。機能が果たせないと思います。履き心地はいいかもしれません。竹素材でね。うん。変わった態度さん、インクスパーカー待ってました。発売された靴下と同時に注文したいと思ってます。はい。よろしくお願いします。えー、スナッピーフィッシングチャンネル。んスナッピーなのか、これは。 ソックスをハードの現場で一日を泣きましたが力の入り方足の疲れ具合が全く違ってちょっと感動しましたこれはね皆さんねスタッフだからべた褒めしてるんじゃないからねあとレオンさんがプレゼンうますぎてあんまり興味なかったっていうでしょプレゼンがうまいんじゃないんですすごかったことをそのまま言ってるだけなのよ <laughs> ここはね素直に受け止めた方がいいですよ <laughs>、ね スナッピーもベタボメしてますけどあの靴下にめちゃくちゃうるさい伊藤九遊もまだ SNS でわざと書いてませんけど彼が電話をしてきた僕にすぐ「これめちゃくちゃいいじゃない」って前にすごく気に入って履いてた5本指ソックスが生産中止で買えなくなってたのやつがあって,って「えー、そうなんだ」っつったらもうそれとほぼ互角っていうか ひょっとするとこっちの方がちょっといいかなぐらいのとりあえず一発目履いた時,時の印象ですってあのなすべきとこがなってるとこれは嬉しいというふうに、ね、伊藤空裕も言ってました褒めない伊藤空裕がめめさんキャップは両方捨てがたいですがどうっちかなーと選択すれば手書きインクスの収納が好きとあめめさん女性で手書きインクスが好きだってやっぱこれ両方作ろうかな もう今のメメさんの一言で、これ音、うん。なんか今思っちゃった。単純だからね、俺。えー、っと、ニノチさん、えーフラッ、j ボーイのフラットサイズが欲しいです。うん、これはもう間違いなく作るので、j ボ、えーイブリデン・高橋さん、両方作ってください。えー、17ちゃんさん、J- くんがす好きですね。J- くん、いいよね、やっぱ。 村上さん、さらっとシンプルに使えるのは j − b o イの方だと思いますが、個人的にはインクスの方がかっこよく感じて、うん、両方買いましょう、みんな。<laughs> <laughs> はい、ケンさん、6747さん、サビやサビオはいつ購入できるようになりますか。えーっ,とえー、っと、4月、5月っていう返事が来てます。 本当だったらもう、この11、12に出来上がってないといけないんですけど、やっぱ半年遅れ。4月、5月まで待ってください。申し訳ないです。えー、C、影山。えっ、ー、とね、皆さん影山君は、この12月から正式にインクスのオフィシャルスタッフ、つまりいわゆるとテスターさんにね、なっていただいた影山君です。で影山君はね、ちょっと今インクスの人材として、 特に足りてない分野、これは何かというと、磯釣りですね、えー、ロックショワを <laughs>、あのー、中心にやってるアングラさんでもうね、1年ぐらい地球さんのお友達で、僕も1年ぐらい前からちょいちょいお世話になってるんですけど、インクスに今一番足りてないのはそこかなと。で、非常に、あのー、影山君、高青年で。 釣り、えー、もうまくて、うん、何人物もいいので、まあ、ちょっとそっちの弱いところをね、カバーしていただこうということで、なので今、影山君がチャットで書き込んでいるのも、磯場を、えー、アルティメットフィールドソックスで歩いたけどバ、抜群ですというふうに書いてくれてますね。はいゴタ最高でしたということです。 変わった態度さん、靴下の耐久性はいかがですか耐久性抜群ですね。うん。今僕が持ってるリマというか、もう、この20年いろんなソックス入ってきましたけど、耐久性はもうぶっちぎりのナンバーワン。で、あのね、比べるのも失礼なぐらい。<laughs> パトゴニアのソックス、でパトゴニアのソックスもね、ライトオンスからヘビーオンスまで全部。 えー、それからコットンが多いものポリエステルが多いものそれからメルノウールだけで作ったものそれからねあ、言っちゃいけないなら、えー、靴下であるとか、ね、いろんなもの履きましたけどあのそうね3シーズンぐらいで大体いいものでもダメになるけどこれはねあの工場の方で聞いたけどあの10年履いてる方はざらにいますよと <laughs> そんな強さです。 そこに、ね、最もこだわった生地らしいですから、うん、実際僕10年履いてないから、うん、10年履けるかどうかの責任はちょっと持てませんが少なくともこの、ね、半年以上履いてみた結果これ10年持つって言っても全然前つじゃないなっていうぐらいねめちゃくちゃ丈夫な感じですよしっかりしてます。 変わった太蔵さん SPM65 ですが新潟の中越の車両帯、えー、ゴロッタ浜試したいです飛距離いかがでしょうか飛距離はね明らかに55より飛びますよでうん六7 5よりもえインクスモデルはね軽くなってんだけど軽くなってんだけどお尻下がりで沈むっていうことはね あのリアウェイトなんですよでだから7号と変わらないぐらい飛びました実際投げてみたらうわめっちゃ飛ぶじゃん、うん、飛びますえっ、ー、とミニマルでもねミニマルをしっかり使い込んだ方はわかると思うんですけどミニマルはノーマルとディープとシャローがあったでしょ一番飛ぶのはなんとディープじゃなくてシャローなんです 不思議なことにあのね風に乗るっていうか空気に乗るんですよでミニマルもこういう細いシェイプでしょ SP もそうでしょあのねウエイト軽くなってもね空気に乗っかってくれるっていうのかなまあ、飛行機状態になるんでしょうとで僕も実際この6号をもうたーくさん投げていろいろとテストする中でわっ飛ぶなっていうのがあるね それから、闇磯でね、でっかいメバルを狙うときに僕らがどんな場所を釣ってるかって言ったらね、ほぼ水深50センチから1メーター内外のとこなの。それはちょっと沖にこう、頭出してる岩のそばとか通すときはもうこれ水深4 50しかないです。あと、岸を横にゴルターが広がってたら、そのゴルターが水に浸かってるところから50センチぐらい沖をゴルターに 寝掛か,かりしないような、ちょっと離れたところをゆっくり引いてくるわけね。デカメバルを闇椅子を出するときは。だからそういうとこなんかもね、実際の水深って30センチから50センチぐらいしかないわけ。で、そういうところを寝掛か,かりせずに通せるルアーってね、案外少ないのよ。案外少ない。うん。例えば僕のパイロットルアーの大好きな、えー、シュガーミーノだったら、寝掛か,かりします。うん。ミニマルでも、 シャロー以外だと厳しいノーマルディープはもう無理そういうところじゃねほとんどの、えー、プラグは難しいで SPM みたいなそのシンキングうーんミノでもデッドスローで巻くといやっっぱりそこ打っちゃうんだよねだから実は今回の SPM65 のインクスモデルっていうのはねそういうことをねすごく意識して作ったモデルなんで大丈夫ですっていうかそこへ向けて作ってます あるいは常夜灯がついた明かりつきにあのシェードとか水面近くに浮いて、えー、プランクトンなんかを狙ってるメバルもは従来の SPM じゃ釣りにくかったのね実は5号ですらレンジがちょっと入っちゃって釣りにくかった、うん、そこもね、あのー、結果が出るようなウエイトっていうのが実は6号だから普通のリトリーブスピードで引き波出るんだもん デッドスローだったらこんぐらい潜るぐらいでちょうど一番メバルが釣れるレンジだよね水面から5センチ10センチってデッドスローで引き波立つっていうことはもうほとんど頭出てるから上にねあのステディリトリーブでねデッドでやったらちょうどこれぐらい通るでもうちょっと水面近くにやりたければ少しスピードを上げるスピードを上げるっって普通のステディリトリーブぐらいのスピードというふうに作ったので闇磯でも 明かりつきでも使えるというふうにね理解しておいてください。はい、えー、っと、藤田さん、今のメタルジグはほとんどブレードですね。先日、レアニュースのメタルマル記事を見ました。黎明期にブレードジグを開発されたのはさすがレモンさんだと思いました。う まあ読まれたから分かってらっしゃると思うんですけど <laughs> リトル・ジョージが一番最初ですから僕じゃない。うん、でジグとかプラグにブレードをつけるっていう発想はもう50年前とか、うん、60年前ぐらいのアメリカ人が考えたことですよ。それの応用に過ぎない、うん、僕がやったことはね。うん、ただ 世界中の誰もがやらなかったのは、ね、僕の友達であるドクター・ T が、ブレードバイトをどうするかっていうのは、ここにフックを乗っけたっていうのが、実はメタルマルの一番すごいとこですよ。褒めるならそこ。<laughs> これは誰もやらなかったことだから。だから今までは、あ,あなんか当たってるけど、首やさいよ今日はって言ってたやつが、ドンって一発で乗りようになった。ここがメタルマルのすごいとこだからね。うん。 そこから発展的にフックが乗っかってブレードぐるぐる回ってフックも回ってるのにこれでかちゃんとフッキングするとはね世界中のどのアングラもイメージできなかったことを達成したのが実はメタルマンですじゃあナッツジグはどうなんだっつったらやっぱりそのフィッシュ多くのフィッシュギーターを刺激するアクションっていうのは当然ウォブルね当たり前だよね魚こうやって泳いでんだから この魚らしい動きをするものと回転ブレードっていうのは魚というよりはあの虫に近いんだよねだから回転が巻き起こすモーションもすごくいいのこれは僕がメタルマルで、えー、自分で学んだことでもあるからスワールテールシャット、ね、スワールっていうのは渦なんでスワールっていうのは渦って意味です渦のように動く テールを持ったシャットですよということで、座ルテールシャット。あの、座ルテールシャットのテール見たら、くぼんでるでしょこれあれはメ,メタル丸につけてるコロラドの一番をワームで再現したわけ。で、ここにスリットカット入れてるから、曲がってんだけど、クと水平になって、クと水平になって、しかもこう回るんだよ。なんかこの、 回転波動で魚を引きつけるタイプのギミックはもうすでにメタル丸ルであるわけだから次に僕がやろうとしたことで皆さんにも理解してちゃんと使ってもらおうとしたのがメタルなのにウォブリングするとでいやいやいやあのジグミノーってのがあるよですでに。 メタルジグなんだけどのように泳ぐジグっってあるよって、うん知ってるよ <laughs> 言われなくても <laughs> 知ってるよだからそのね「ナッツジグが初めてのジグ・ミーじゃない」というふうにね書かれてる方もいらっしゃったえ分かってますそうじゃないのジグだろうがプラグだろうが何だろうがこのちっちゃいブレードにしか反応してくれない日があるってことさ これは、メタル丸ルが証明したじゃん。メタル丸ル、こんなのに、フロントフックついてんのに、ブレードフックへのヒット率が7割、8割ってのがメタル丸ルの特徴でしょそれも、こんな魚だけじゃないじゃん。メタル丸ルに、7、80のシーバスが食いついてくるときとか、ね、ま、僕自身が釣ったのはマゴチの55とか、ね、まあシーバスは何、何十匹も釣ったかもう覚えてないんだけど、 例えば、サワラとか、えー、ブーリとか、マダイとか、メタルマルで随分ね、旗も、えー、スジアラのちっちゃいのも、50センチあるかないか、45センチくらいかのスジアラから、えー、いろんなもん釣りましたけど、あの、ガバッと丸のみしそうなフィッシュイーターから、えー、キス、いや、その他、小魚まで、 メタル丸ルはブレードバイトでブレードフッキングなのよ。これな、なんだと思ってんのって話だよね。なんだと思ってんのって言い方はちょっとダメですね。うん。なぜでしょう考えてほしいね。これはルアーフィッシングの中で多くはそのミスバイトだとか、えー、活性が低いとか。 いうふうに思われてたんだよねい、うん、が浅いとかねミスバイトいが浅い活性が低いと当たるけど乗らないのはそういうことだと言われてたよねもしくはルアーが大きすぎるからこの3つの疑問符で一番当たってたのがルアーが大きすぎるからミスバイトが起きてるというルアーをちっちゃくすれば釣れますよこれは正解だよね えと青物のおかっぱりの青物のジギングでもプラッキングでもいいんだけどシラスパターンの時にどうしても青物釣るとなると1 0ンチ以上から1 5ンチぐらいのミノウやジグを投げますよねそうしたらいっぱいブリがいるんだけどなかなか食ってくんないとなぜなら食ってるのがカタクチワシの子つまりシラスと呼ばれるこんなちっちゃい魚食ってるからこんな大きいエルアブランが通ってもそっちに反応せずにもう シラスにばっかり執着してる。これはもう釣りをしてたらもうごくごく当たり前に見る光景で、誰もがシラスパターンで悩んでたわけ。ところが、ボディをちっちゃくしなくてもシラスパターン攻略できるよってのが初めて出てきたのがメタルマルそれなぜかと言ったら回転ブロデンに今までアタックだけで乗らなかったのをブレード、ストレスブレードフックシステムにしたから、ブレードバイトを全部かかるようにしたからじゃない。ね。 ここを考えないといけないんだよね。うん。だから、単なるジグミノーとナッツジグじゃ全然違うのよ、そこが。うん。皆さんの中にはほとんど見てくれ、見てくださったと思うんですけど、僕はリンタコボートに、えー、ナッツジグのプロとを持ち込んで乗った時に、カワハギ釣ったシーンがあるよ。カワハギ。それも尺ぐらいのカワハギだ、でっかい。これ釣った時に使ってたのが、えー、っと、 ナッツオジグヘビーのね、45をボートの上からフルキャストして、水深がね、40メーターぐらいだと思う。で、ボトムから、大物股しか続けなかったので、このぐらいのスピードでまれてんだよ。あ、着いたな、ボトムへ。よし、1、2、3、4、5、ゴゴンって来たのよあ。あ、来た、あ、なんかちっちゃいなと思ったら、カワハギだった。これすごくないこれが、例えば、 ジグミノ方で食ってきたかっつったら僕ちょっと怪しいなと思うその時リンタコがすっげえすっげえって言ってたけどリンタコなんか分かってるんですけどこのキラキラすんのに皮はぎめちゃくちゃ弱いんですよねっておっしゃる通りもり完全にブレードアタックなわけよ <laughs> ねうんそうですブレードアタックですだからまあメタル丸の成功プラスなおかつもう一つ奥とかもう一つ上とかもう一つ別な あー次元でね、えー、まあ実際僕は夏塾で革靴からキスからね、えー、あとはスズメダイから親ビッチャからいろんなもん釣りましたこんなやつをフィッシュイーター以外のやつをねだいぶ釣りましたようんそれはなぜかというとボディなんか見てねってやつほとんど、うん、後ろのブレード見てるでなおかつメタルメタルのようにこうくるくるじゃなくてこうなってんだよ こういう動きなのねここじゃなくてそこがね謎ジグの面白さであり意味合いです、うん、まあそんえっ、ー、とブレードジグうんぬんっていうのを、えー、褒めていただけるとしたら特にその辺をねあのしっかり理解して <laughs> いただければなと思いますええ高変泰斗さん ウミルはのすごい法則のサインありがとうございましたああどうもどうもはい、えー、読み始めているのですがあまりに楽しくてどんどん読み進めてしまいそうで、えー、我慢するの大変です <laughs> ある書籍あるあるだよね、うん、でもさ、あのー、気に入った本って何十回も読んじゃうからねす、うん、り切れるぐらい読んでください何回も何回も読むたびに発見があるんだよね 書物ってあれ不思議だよ本当にあもうね23度読んでもう全部理解したつもりでいて5年後に読んだら全然自分が理解できてなかったということにふっと気が付くことがあるのがあの書籍のせ世界ですからねそれ辺もちょっと意識してね「えー、今帰り」は開いて読んでみてください。 えと変わった態度さん、たくさんの質問に答えてください、ありがとうございます。ところで、2023年はサマーパーカー発売される予定はありますかうん、考えてます。サマーパーカーもだけど、違う T シャツ作る、うん、まあ、今日なんで言いましょうか。 えっと今までに作ってた、えーね、あのベースレイヤーの,あのドライティーものすごい気持ちがいい生地だよねあれはあれで多分おもうドライティー一枚で過ごしたくなるような時期が近くなる、まあ、ゴールデンウィーク直前ぐらいにもしくは直後ぐらいに発売しようかなあら改めてねドライティーの、えー、そうじゃなくて西日本釣り博の 物販が OK なのでそこに合わせてねめっちゃくちゃいい生地見つけたのよすんごいいいのえっ、ー、とね何かというとねシルクコットえー、シルクパーのコットン40%だったからベラボーに絹 <laughs> 自体はね冬暖かく夏涼しくってのが絹の特徴です 弱いいのは絹は絹シワシワなりやすいとか、ね、あと絹自体は生地もあんまそう強くはないね。うん、でコットンの良さと絹の良さをねうまいこと複合したね生地をね業者さんがね「これレオンさんすっごいですよ」と持ち込んできて「ほんまか?」ってまたお前言ってるだけやろと思いながら「じゃあちょっとサンプル2つ置いて帰って」っつって朝昼晩ずーっと。 っ放しで、何度も何度も、ま、試したんですけどマジ気持ちよかった今まで着た T シャツの素材の中じゃ、えー、真夏を除いて最高に気持ちいいね肌触りから何かでちょっと厚みがあるんですよ6.5ンス。うんえっ、ー、と夏用の T シャツが大体いい5オンスぐらいなんだよね ほんのちょっと暑いから、まあ、オールシーズン用の T シャツだと思ってください。これの半袖と長袖を西日本釣り箔に合わせて作ります。で、そういう T シャツなんで、オーソドックスに、スタンダードに、オールドにね、あの着回してほしいので、えー、T シャツといえば白でしょって言うんでね、白一色できます。で、ロンティの方は、絵柄、 作りませんここにちっちゃい X レベルというロゴがあるだけであとプリントなしでな何を上に合わせてもいいしジーンズに白のロン T だけであのなんだろうな清潔感たっぷりのおしゃれな着回しもできますよあるいはねあのちょっとしたおしゃれな高級なジャケット の下にホワイトティーってかっこいいじゃんそういう着方もできるようにということをね、えー、考えて白一色で、えー、シンプルな胸プリントだけで半袖ティーの方はあちょっと、えー、柄をね入れようかなーと、うん、両方真っ白しい色じゃちょっと遊び心足りないんで「<laughs> j ボーイを。 愛したデザインンでで、すこれがバックプリントで胸は上からジャケット羽織った時にあのいらないこういう模様が見えない着こなしがしたい人僕なんかそうなんだよねあの最近テレビなんか見てるとさいろんなあの芸能人さんがジャケット羽織って下に絵柄が,がバーッと見えるじゃない自分の好きなプリントがあれね僕はジャケットの下に着てる T シャツは白がいい。 だからもう本当に胸のインクスだけだからバックプリントだけにしようかなともしくは前後ろ両方作ろうかなってまあ悩んでるところですけどバックプリントはこの J ・ボーイ柄の縦型でフロントに住んだったら横一うんあともう一つ考えたのがスープラバージョンフィッシング・ウィズ・プロップ・ ダイバースプラっていうふうに書いてねこれと2つにするか J ボーイだけにするか皆さんご意見ください <laughs> まあこういうねえー、感じで半,、えー、半袖ティーの方はとろろシンプルなし白いロングティ、えーとねっ シルキーコットンということでね作るつもりですで、サマーパーカーも、えー、あの、ドライティーの方ねうんサマーベースレイヤーうんの方は復刻しようかなとあのー恋のぼりイ君が欲しいという方がね結構あれ以降何人も お声掛けいただいてるんであの J 君が欲しいというんでまあ、ちょっと同じパターンのやつを少し作ろうかなと思ってますさて次は何かな ササクサクさん前シーズンからメバルを呼びライトゲームにバス用のプラグを試してますが今のところイワのレイブリーズイ g k とジャッカルのスパイテールが反応良いですこの2つの良いところはメバルだけでなく平英語もよく釣れることですいろんなルアー試して当たれるルア見つけるの楽しいですうんあの何を関係ないんで 本当に何用関係ない何用じゃなくて、そのプラグはどんなタイプのプラグなのか、今おっしゃったようにね、I 字系ですよと言えばソルト、ソルトのメーカーが出そうが、フレッシュウォーターのメーカーが出そうが、I 字系は I 字系ですよ。だから、I 字系がはまるパターンだったら、海、川、池限らず I 字系がはまる、ね。シャットなら、海でも川でもシャットがはまる。ね、ペンシルならペンシル。そういうことなので。 バス用から、えー、メバルに持ち込んだということもあるでしょうけど逆にメバル用で作られたものをバスに持ち込んですごく釣れてるケースもあるんですよ例えばうちの J ボーイこれはね、えー、北米はモンタナ州かなにいるアングラさんが J ボーイ使ったら今までで経験したことがないぐらいスモールマウスバスがボッコボッコに食って驚きましたっていうちゃんと、えー、ご連絡いただいてますよ。ね <laughs> あとス,スープラもスープラもバスめちゃ釣れるというふうに好評いただいてますしスワールテールシャットがちょうど今時期ぐらい冷え込んできてバスの活性が低くなって、えー、ちょっと強い波動を出すワ,ワームだとなかなかバスが口使ってくれないのにそういう時にスワーシャツ買うともうだ他人の人に釣り勝つんだというふうにね言ってくださる俺もねあんまり言っちゃうと叱られるんですけどね これ、山田裕子さんですね。北の帝王と言われてるんですね、琵琶湖の北湖の帝王と。えー、世界記録を持ってらっしゃる方ですね。この方が、あの、面白そうだって使ってくださって、あの、そういうインプレッションをいただきました。すごく強いと。 ね、ただバス会の方なんでソルトメーカーの使ってそれを大々的に SNS 等で発表はされませんので皆さんで目には止まらないけど結構ねプロレベルの人からね高評価いただいてるんですだからどっちがどっち使う方がいいんですよそもそも何よって書くのはお客さんの目安として書いてるだけで作ってる側はねあんまそんな認識ないんですよ何だって釣れるわいと何だって釣れるっていうのはシャットはシャットの強さ ってことですよ、うん。心配は新配の強さってことです竹下宗一郎さんドライティー気持ちよすぎて冬でもアンダで、えーで着て使ってます、うん、ドライティー気持ちいいよねところがね合い物ぐらいになるとねこのシルキーコットンまたたまらんのですよ竹下さんこれやばいですほんとに。 はいスープラ柄欲しいですあスープラ柄も欲しいんだジェイボーイだけじゃないんだカトセヤンさん春にスープラは大変お世話になりましたのでスープラさんってあ,ありがとうございますかって言たんやっぱスープラファンさんも多いからスープラにも言いりますよねジェイボーイとスープラ両方作りましょうかねもやしさんドライティーお気に入りで毎日来ています 新しい T シャツも楽しみですありがとうございますスープラが渋かわい,いあそうなんだなんか J ・ BOY の方が可愛い,い感じでしたけどスープラ渋かわいいですめめさんはい6時40分ぐらいか50分ぐらいから始めたからねもうちょっとだけはい何か皆さんご質問があれば僕もなんか喋り 足りてない損ねてる部分があるかもしれないのでそれをチラチラ考えながらあこれだえねアミコンの、うん、重たいバージョン出ます4.4、うん、今出たらアミコンよりちょっと重くなるこれは、ね、ミニマルで言うと ミニマルディープに近い感じね。今出てるのがミ、えー、アミコンノーマルなんで、アミコン D っていうより早く沈むよと。ハイスインキングでね。HS。これ、今、ブルブルさん、今から色塗ってどうこうみたいだから、多分春、3月ぐらいにまあはっきり分かんないよ。3、4ぐらいに上がってくるんじゃないかなと。で、5月過ぎたらね、 アミコンのーえっ、ー、とね、はあ、ハゼエディションをねどうしても欲しいんだわ僕完全にハゼエディションのやつをこういうのアシストフック探すのも大変じゃんシンカー探すのも大変じゃんこれシンカーちょっとこれ ね、画像合成なんで実際はここへスプリットリングで接続するんだけどあるいはスナップでカチャンとかけるようにねあのなんとか他メーカーさんのパテントを貸さない範囲でスナップ式もないかなっていろいろ検討はしてますけど、まあ、少なくとも、えー、リアがシングル1本にアシストフックでシンカーを0.55つまり 1.8g ぐらいをセットしてでこれボディはハゼカラーじゃないんだけど。 これをあの赤系、紫系で、で、えー、ホログラムの,あの反射の強いホロをど真ん中にキラッキラッキラッと光るようにね、して、なおかつお尻のとっさに、えー、グローを、強めのグローを入れて、えーま、バイトマーカーにしてる、こういうものをね、作ろうかと思っています。はい、ということで楽しみしておいてください。はい。 17ちゃんさんタックルエリクサーは無塗装ブランクにこそ拭いてほしいんですよ表にガラスの被膜を作るわけですから <laughs> ねより傷みにくく汚れにくいということなんでね使ってみてくださいはい、ということでねあのいつもの2時間コースよりはちょっと短いんですけど別に2時間と決めてるわけじゃないので今日はねちょっとこれぐらいでお腹も空いたので失礼させていただこうと思っております まあ、お正月までにはねまだ23度ぐらいはちょっとライブやれるかなと思ってますので、えー、また皆さん遊びに来てやってください。はい、ということで、えー、次の機会までまたね